次の曲なんですけども、オリジナル曲です。ピアノの谷美由里がね、作った、オリジナルの曲なんですけども、メモワールという、曲です。で、まあ、さっきちょっとあの、前の講座でですね、この年になった親のこととか体のことがあるという話はしたんですけども、同級生の、彼女の、高校の同級生ですごく世話好きの、男子がいまして、その子が急性心筋梗塞でちょうど、4年前か、ね、亡くなりました。今でテレビ見てる間、家族がちょっと出かけてる間に帰ってきたら倒れてたという、そういうことがありまして、彼は眼科のお医者さんで、まあ、大学病院に勤めてて、まあ、将来すごくね、それこそ学部長とか目指すようなそういう職業をされた、男やったんですけども、まあ残念に志半ばでね亡くなってしまいました。で、まあ、その彼のことをこう思い浮かべながら、その、谷美由紀が、作ったメモワールという、メモワールというのはフランス語で思い出とか記憶というふうな、英語で言ったメモリーというふうな、そういう意味らしいです。なんでフランス語やねんというね、感じでございますが、次メモワールをお届けして、カッコつけますが、はい、じゃあメモワールお聞きください。言わず、ただ見つめ
べ合い、心と心で語り合っていたね。二人で歩いたあの街、この道、刻まれた愛の目の回る永遠に心に刻まれた愛の目も回る永遠に心に